え今日はですね2024年えハロープロジェクト卒業ラッシュについてえ語ろうかなと考えておりますがえもう今日も6月になりましてもう上半期がこん上半期っていつまでなんだと思うんで123456上半期が6月まあ30日まで上半期で789と1012789十1012 ええー、七月から下半期になるんですけど、もう上半期でですね、もう五人。あの、ハロプロから、まあ、もう、もう消える予定なんですけど、今、消える予定っていうのは卒業する予定なんですね。で、今月がもう卒業ラッシュでですね、もう四人卒業していきます。で、武道館公演が四回あるっていうですね。あ、武道館公演が三回で、えー、横浜アリーナが一回公演か、えー。あるわけでございまして、もう大変な。 えー、感じになっております。えー、佐々木梨子が横浜アリーナだったっけえー、ね、横浜アリーナね。<laughs> あと全部。で、武道館、武道館、横浜アリーナ、武道館、武道館、武道館、横浜アリーナ、トイツピットだっけこれ、<laughs> これ山崎さんだけか。<laughs> えー、で、まあ、まあ、すでに髪分けで5人。 卒業を決めておりますでこれ結構ね多い例年にしちゃ多いのではないかと。というかね1ヶ月でね卒業公演が 4, 4つ入るっていうのはまず異常事態であってもう参戦される方大変だろうなと思うんだよ俺やっぱりここまでいないだからあの確かに今までなんかあったよ。あの秋口に3人ぐらい 卒業するなんてでもそれの時やっぱり10月とか11月と12月とかと分けられてたから月月が <laughs> で。でこんなに1ヶ月でこんなになんかこう集中放課のことがもうい,、まあ、いなくなるっていうのは初めてなんで。 もしかしたらこれ卒業ラッシュが始まってる可能性があるということで、もう例年ずっと前から言われてたんで言ってたんですけど、これハロップロっていつか卒業ラッシュが来るぞと。つまりね、あのコロナ間的にその満足に武道館声もできず、まあ、大きい声ができませんでしたっていうのもあって、あの引き伸ばしにされてた子が結構いるから、 これが一斉にドーンってやめる時が来るぞっていうのはもう2021年あたりからずっと言ってたんですよ。うん、でその確かにだからこれ多分上半期でも5人一応これらもエリア5人の卒業ですから。で予定が今のとこ秋卒業組が石田編美が、えー、第1号ということになっておりまして。 これ多分ね、秋口も同じぐらいの <laughs>、あの、メンバーが卒業、発表するんじゃないかっていう風に私は思ってまして、秋がほら、秋ツアーだって、秋ツアー持ってってのかこう、で、また各グループから一人ずつぐらいいなくなるのではないかなと予想したりなんかするわけでございますね。うん。で、次危ないのがね、 で誰か誰か誰なのかっていうとね、まあ、分かんないよこれ分かんないんだけどまあお茶はまず出ないお茶から卒業者は出ないからまずでビヨーンズからも卒業が出始めたからもう一人ビヨーンズあたりから出る可能性がある、まあ、予想で,ねでもねだからビヨーンズからもう一人ぐらい空き、うん、ツアー持ってってのが出てくる可能性があってで椿ファクトリーは多分リーダーが変わったから 谷本ちゃん以外のメンバーから出る可能性があると。誰とは言わないけど <laughs>。で、で、ジュース・ジュースも多分上村さんがいなくなって多分段原さんがリーダーになりますから、そんなに短いスパンでやめる、段原さんがやめるってことはないから、でもジュース・ジュースはないかな動かないかなやるとさ、段原さんもリーダーになるから、 順当的に上から行けば、ヤクゾ蔵ぐらいまでは危ないんだよね。だから、うん、レイレイ、タコちゃん、ヤ薬あたりまではやばいんだよ。だから、もしかするとってのは可能性があるんだよ。だから、からこれ覚悟してもらいた方多いんだよ。もうまあ、ないと、ない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 と思いたいんだけど、なかったらなかったで、よかったねでいいんだけど、アン、で、アンジェルムが、まあ、その時に結構いなくなるでしょ。で、アンジェルムもね、 やべえな上国寮さんとか次に河村さんとかが辺りか今度やば,やばいんだい伊勢さんとかがね <laughs> までがやばいんだ伊勢さんまでが多分もしかすると秋,秋にはっていうなんかさ新しい道に進みますみたいなのが出てきがちで。 で伊勢さんがこの前なんかあの千歳の公園でなんかコールに関してですねあの名前で呼んでほしかったとかなんだって言って結構引きずるぐらいなんかワーワー言ってたでもしかするとこれもしかするとこれわか、ね、んだないんでこんなまたじゃまたあれ北海道公園あるんだからその時にまたちゃんとしたコールを頼めばいいわけじゃんって思うんだけどなんであそこまで 伊勢さんがこう指摘したかっていうとう伊勢さん自体がもうそれ自分の,その凱旋公演って何かあるか分かんねえっていう頭があるからんじゃないかなと思うんで、ね、伊勢さん的にだから伊勢さんももしかするともう次の道を持つアンジュルムから次の道を模索してる可能性があるよね出なきゃだってあとあと何回だって凱旋公演があるからもうな、まあまあ、無尽蔵になる まだ俺はね伊勢レーラ的には5年居まるつもりでいるんだったらあと凱旋公演は秋春と秋だけで10回ぐらいあるわけだから北海道公演なんてのはでそこなんかその伊勢,伊勢コールとか ISE コールされたとかってその怒らないと思うんだよ。 名前で呼んで欲しかったとかそこまで指摘しないと思うんだよ、ね、だって次お願いしますって言えばいいわけだから次からお願いしますって名前で呼んでくださいレラピコールとお願いしますっていやいや話でそう,そうするとお客さんがレーラピーとかってレーラーとかって言うわけだから いいいわけじゃないんだ,けどだからあそこまでなんかピリ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 言ってるらのは本人的にはもう凱旋公演なんてのはあと自分の予定ではかああ指折り数える指折り数えると指もう何 2, 2回か3回ぐらいしかないっていう意識があるからあそこからピリピリ言ってたのではないかってそ,その可能性が出てくるわけです。 ですはいであんであモーニング娘。さんも石田さんがもう秋ツアー卒業を決めたんで、まあ、モーニング娘。からこれ以上抜けることはないだろうと <laughs> 何もなければ、うん、であろうありますだからあの分、ーね、かんない生田さんが卒業発表するかも分かんないか分かんないから分かんないぞでも分かんないぞ <laughs> これは分かんないんだけどうーん。 まあ予想としては多分秋ぐらいにはまた卒業ラッシュ、まあ、今年6月7月ぐらいに発表ラッシュがあって秋ツアーを持って秋ツアーを持って秋ツアーを持ってっていうのがあってまた秋ぐらいに武道館公演だ横浜アリーナ公演だっていうのが立て続けてどん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 ってくる可能性があるからこれ大変なことでございますけどね <laughs>、えー、勘弁だからこ,これはこれもう異常時代でねありましてですね うん、お茶はないお茶はまだ大丈夫お茶は多分メンバー変動はないむしろお茶に誰か入ってくる可能性があるっていうのを期待した方がいいかもしれないでうんでここまでメンバーから多分取っていなくなってくると枠が開くわな <laughs> 結局枠は開くので今の研修生の誰かがほいって入ってくる可能性がありますよっていう、ね、また今年また動きがあるかもしれませんよっていうことです と、あと、去年、だ今年の1月1日に迎えたハロプロメンバーと、来年1月1日のハロプロメンバーって、もっとガラッと変わっている、10人ぐらい入れ替わっている可能性がありますっていうことになる可能性もありますよ、ということであります。うん、まあ、予想は当たらない。まあ、も、まあまあ、たの予想なのでね、なんかそこは全部適収するかわかんないんだけど、まあ、とりあえず、まあ、秋ぐらいでもまた起きると思ってますから、 とりあえず、各グループの、まあ、モーニング娘。を除く、各グループの、まあ、あ、頭から3人ぐらいの人、まあ、リーダー、サブリーダー、その次のぐらいのお楽しさは、ちょっと身構えておいた方が良いかもしれませんよ。です。うん。まあ、身構えててもらって、まあ、何事もなければ良かったねー、で済むので、ありから。<laughs> よかったねってオタの予想が外れてよかったねっとこのどころが外れてほしい予想ってないからねまあそんな感じでありましてでも俺予想だ多分9月にもあこの秋についてまたまあ3人4人ぐらいまた卒業発表することが出てくる可能性は私はまああるかなと思っていますうんでビオちゃんで言うとだからビオちゃんだビオビヨーンズってそんなに年いっ メンバーそんなにいないんだよな、いないんだよな、<laughs> そこそこいないよねビ、ビヨンズさんはね。うーん、でも山崎ゆはねちゃんがいなくなるくらいだから、そろそろか島倉ちゃんとか西田ちゃんとかはそろそろ危ないんだよね。だから何か、何あの方たちが何か書かれたのかわかんないからさ、そこらせ、本当に。 うーんで本当にあの方たちってハロプロ全体なんだけどもう何考えてるか分かんないから本当に女性アイドルの世界ってさ読めないのよ本当に何度も言ってたとり年末 1, 1月1日今年の抱負をお願いしますって今年は春ツアーをやって夏にスペース行って秋ツアー行って1年1年を。 フ,フルパワーで走りに行きたいと思いますとか言ってた痩せ木3か月後に卒業しますって発表するような業人たちだから分かんないんだよだからそで真に受けちゃうとあああのわこ私の今年の目標は春,が春ツアー頑張ってひなフェス出てで夏はフェス出れる頑張ってって。 秋は秋まで今年1年ずっと突っ走りたいと思います。日本よろしくお願いします。とか言ってた矢先に3か月ぐらい春先にえ秋ツアーを持って卒業とかって言ってますよな人たちだか, <laughs> かだから分かんないすだから分かんないだから上かもしれない下が辞めていくかもしれな,ないしねほんでね下の方だから割と下の方まさかっていう人たちがわりと2日目の誰かが辞めるかもしれないわ <laughs> 分かんないよ つばきクトリーで言えばさ、安心できないよ。よくさんやめますとかっていいかもしれないし、ね、<laughs> なんか次の道に進みますとかって。わかんねえだろあな子だって。うん。あ、モーニング娘。さんもね、あ、でも、基礎グループ普通、一ツアーで二人辞めたっていうのがいないから、モーニング娘はもう一台目で枠決まったからいいよ。多分ないから。 アンジェルムさんに至っちゃ多分だからアンジェルムさんで怖いのがねそろそろねだからホンまってかハさんぐらいまでは卒業聞き出してもおかしくないあたりのレベルになってるんだよね。 で、そのうち、だいた来年あたりになってくると、三色団子の誰かがや卒業発表してもおかしくないような感じになってくるわけです川河奈ちゃんとか、ため、あ川奈ちゃんとか、ためながさんとかですね。松本若菜ちゃんは大丈夫だと思うんだけど、まあ、その辺あたりからもう、来年あたりになってくると、その辺また、いつ卒業で言い出してもおかしくないような年になってくるから。ね。で、ジュースジュースに至っては、さっきも言ったにヤり、薬蔵あたりまでやばいって言ったけど、薬蔵のもヤと、薬蔵のもっとあの、だから、 入ったばっっかりなのにっていう子も急になんか卒業を言い出すかもしれないっていうのがあるかもしれませんからオチオチしてられないって <laughs> そしたらお茶だってやべえじゃねえかって話になるわけですけど、うん、お茶はねお茶はねまだね誰もね武道館立つまでだいぶ卒業出ないと思うあそこお茶の、まあ、単独武道館コンサートってのをやって そっから始まると思う卒業します、卒業しますって。だから、あの、あそこは多分、武道館公、単独武道館公演をやらない限りは、お茶からは誰それ卒業、卒業者は出ないと思います。まずね、ね、自分、要するに新しい道に進みたいからって卒業するってのはない。なんかやらかして、脱退するっていうのもあるかもしれないけど、まあ、あの子たちに限ったらないと思うから、ないので、まあ、ないと思う、ないと思いたいんですけど、 自分の意思によって、もう、じゃ次のげん次のステップで進みます。私、女優さんで進みたいです。あれ、私はだから、その、これを,これをグラファーになりたいとか、えー、で頑張りたいとかって思って、卒業決めましたっていう、そういう感じの卒業に関しては、お茶は武道館公演をやらない限りは誰も出てこないと思います。あの10人で武道館目指して、わーっていう感じなので、うん。ただ、一回でも武道館公演やったー、 やった後は誰かがあのそれで、あのー、1個目標達成したからあグループを離れてみたいなのは考えるかも出てくるかもしれません斉藤まどかさんとかね <laughs> 斉藤まどかさんそろうそろうだってもう斉藤まどかさんもいい二十歳も過ぎちゃってるからあの子もあ石栗かなみちゃんとかねうん石栗かなみちゃんなんか武道館公演を一区切りにって考えたら可能性あるからあの子もやっぱり。 お茶のお茶の場合は。だから、お茶の武道、単独武道館行ったのか分かんないけど、単独武道館があったら、マドピとか石栗さんとかの動向はチェックした方がいいと思います、やっぱり。うん、なんかスイッチが入る可能性がありますから。はい、危ないです。<laughs> 危ないっていうこと危ないっていう感じんですけど。はい、今日は2020年ハロープロジェクト卒業ラッシュ。えー、今後もあるよっていう、なんか、あるかもしれませんよっていう、なんか、話をしてみました。はい、ということでございます、私の予想では、 秋,秋までに多分あと3人石田さんの他には3人ぐらいは多分卒業しますっていう人が出てくる可能性があると私は踏んでおりますえー、ここ例年のパターンからするとそういう感じだと思いますのでえー、とりあえずね、うん、でその際は事務所の方はですね同じ月に卒業行為をこんなに コンサート入れないようにし <laughs> 11月にコンサート武道館コンサート3連チャンとかういつバカなことしないようにしてです、ね、それで椿枠取りが割り食うんだからそれだって何だろう食べつんで一番先頭なんだよ椿ワクトリりって武道館これなんでこんなチケット売れないんだろうって思うよねやっぱりね <laughs> やっぱりこれはやっぱりあれなんだろう、まあ、話は変わるぶくなってくるんだけど一番だから いや、みんなチケット分散するかでしょってなってんだけど、じゃあ一番最初にみんなって、だから、ここを選択肢に入らないっていはどういうことなんだろうっていうじゃない、結局さ、やっぱあの問題が引きずってんだろうね、やっぱりね。あれ、インパクト強かったもんね、やっぱり飲み屋さんのやつね。 男性と一緒に写っちゃまずいわなぁ。友達とはいえ方がいいなぁ。それ岸本ゆめなさんが病むぐらいだったら病むぐらいの大騒動だったからな。あれまで引きずってんだよな、た分な、多分それはな。うん。だったら、ウェムと佐々木玲香子とゆはねちゃんに投資するぞってなっちゃうもんな、それはそれはな。でも今、千葉ちゃんがっぱ頑張ってチケット売ってますから、それはやっぱり木虎ちゃんがね、やっぱりそれは申し訳ないと思ってるからね。 私のせいだからでも私のせいだと思ってんだよきそ田ちゃんはこんなチケット売れないのは全,全部私のせいだって思ってるから一生懸命やってるんだからそこは許してあげなさいよ許してあげたらどうですかって私は思うわけです、ね、いつまでもの過ぎたことをブーブー言ってんじゃしょうがないんだから。 こんだけギター,ーはもういろんな泥臭いことやってなんとかやってんの。それはもう自分で反省してることだからやってることだと思うんでね。えー、ぜひあの皆さんがね、武道館を見ていただきたいと思っております。はい、以上です。